1650年のシュレースビヒ及びホルシュレースビヒ、ホルシュタイン・シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルクカマタは、スナボ棒家は、オルデンブルク家の冒険で、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク公尺領の、統治者の家系。もっとも、ゾンダーブルク公尺領は、独立的な両方国家などではなく、シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の内部に非公式に設けられた分量に過ぎない。 ゾンダーブルク公爵領は現在のドイツのシュレースビヒホルシュタイン州の南東部と北部のいくつかの地域に分散しており、そのうちの一部は現在のデンマークにある。公爵領は分割相続を繰り返すうちに数多くの小規模な領地を創出し、それらの領地はデンマーク王国領に吸収された。ゾンダーブルク家はシュレースビヒホルシュタインゴットルプ家と同様、 デンマーク王家であるオルデンブルク家の新の王家であった。同家は16世紀のデンマーク王クリスチャン3世の三男でフレデリク2世の弟のハンスに始まる分家である。若公と呼ばれたハンスは、兄王からそれぞれ離れた地域にあるスナボーノアボーエール島、プレーン及びアーレンスベックの領地をあり当てられた。ハンスは、シュレースビヒ公国及び、 ホルシュタイン公国の共同主権者ではなく、主権の分有者とされた。ゾンダーブルク家の祖ハンス・ハンスが1622年に死ぬと、公爵領は多くの息子たちの間で分割相続され、ゾンダーブルク家はいくつかの分家に分かれた。個々の分家の加盟は、各家の公爵の居所にちなむものになった。ハンスの息子の一人アレクサンダーは、シュレースビヒ・ホルシュタインの領域外の領地を、 相続したり購入したりした。新しく創設された複数の分家はそれぞれ数、平方キロメートル規模の領地しかなく、その分家の人々の公爵としての称号も、名ばかりで、領主としての実態はなかった。新しい分家が長続きせず、相続人の不在や破産によって断絶した場合は、別の分家やデンマーク王家がその領地を相続した。 シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク家の加盟は、アレクサンダーが次、一族は、ゾンダーブルク城を居所とした。1667年に破産したため、ゾンダーブルク公爵家の領地は、デンマーク王の手に渡った。同家の血統は、以下の冒険に受け継がれている。シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・フランツハーゲン家。シューレンドルフ公が、いわゆる、カトリック系、ゾンダーブルクや、 アレクサンダー・ハイン・リヒを始祖とする。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・ビーゼンブルク家は、ザクセン地方のビーセンブルク上位どころとし、フィリップ・ルートビヒを始祖とする。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・アウグステンブルク家は、エルンスト・ギュンターを始祖とし、アウゴステンボー上位どころとした。この家系は1931年に耐えたが、一族から、ドイツ皇帝ビルヘルムに世の皇后、 シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクベック家は、アウグスト・フィリップを子祖とする。以下の文家がある。シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク・グリュックスブルク家。この家系は、現在、グリュックスブルク家として知られている。同家の子祖は、フリードリヒビルヘルムである。この家系の冒険は現在、デンマークとノルウェーの王家となっている。また、イギリス上エリザベス二世の含むエディンバラ公爵。 フィリップも同家の出身である。別系統のシュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリックスブルク家も存在する。こちらはフィリップを子祖とし、グリックスブルクのグリックスブルク城を居城とした。1779年に断絶している。シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルクイコールエール家は、クリスティアンを子祖とし、エール・スクービングを居所とした。 クリスティアンが1633年に死ぬと後継ぎがなかったために断絶し、親族がその医療を分割相続した。シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクイコールプレーン家は、ヨアヒム・エルンツとを子祖とし、プレーンのプレーン上を居所とした。同家は1761年に断絶した。以下の冒険があった。シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクイコールプレーン、イコールレトビッシュ家は、 ヨアヒム・エルンツと二世を子祖とし、レトビッシュを居所とした。新種レース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ノルブルク家は、アウグストを子祖とし、1706年に、ヨアヒム・フリードリヒの下で、クレーン公爵領を併合した。コシュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ノルブルク家は、ヨハン・アドルフを子祖とし、アルストのノ,ノルブルク城を居所とした。1669年に破産し、 ノレブルク公爵量は1679年にプレーン公爵量に併合された。ありがとうございます。